チース中傷ですか。10分のちょうだい。どうぞ。あざぽよおはぽよなんか雰囲気変わったね。卒業式っていっぱい写真撮るし漏れてたいじゃん。まあ一生に一度だしね。あと NHK の密着も入ってるんでしょ。誰のだよ。聞いても地元のケーブルテレビだよ。業界関係者も来てるかもしれないでしょ。来ねえよ。卒業式か入学式でしか会わないおじさんばっかだよ。野球やらないかって誘われたらどうしよう。なんでだよ。トリマ終わったらブリ行こうね。ブリじゃなくてみんなブリ食べ行くの。あざぽよ気合い入れすぎだって。いやお前もな。てへー。わー山本線が見えるよ。どっちが早いかな。こっちの電車だよ。腹が減ってきたわ。美味しそうね。もう限界だわ。あれパンが減ってる。えもう一本残してたのに。食べたんじゃないの。食べてないよ。あの怪しい金髪が食べてたわよ。えお兄ちゃん僕のパン食べた。あ食べるわけねえだろ。嘘ついてるわよ。さっきからずっと口を動かしてたわ。何言ってんだよ。これガムだよ。人のものを食べといてよくそんな顔ができるわね。あのおばさんここえやってくれたな。チューいくよ。うん。ランドセル何色にしようかな。そうすけちょっと待って。あれ昨日卒園したから切符買わないとだっけ。ちょっとあんた、はい、さっき子供が切符通してなかったけど保育園児かい。いや昨日卒園しました。じゃあもう子供の切符いるじゃないの。そうなんですか。うわーこの人不正乗車よ。無賃乗車してるわよ。ちょっとやめてください。すぐ買ってきますから。こんな親に育てられる子はかわいそうね。うーおいごらてめえ。あなたは人のこと言えませんよね。何よ。でもこの親は不正してるわよ。私の時以来に罰金取りなさいよ。安心してくださいお母さん。え？お子様は6歳ですよね。はい。ですと小学校の入学式まで幼児の料金で大丈夫ですよ。そうなんですか。ってことは切符は必要ありません。よかった。チューン。そうすけランドセル買いに行こっか。にぃ邪魔よ邪魔よ。あそうすけ大丈夫。うん。あれどうしたの。僕のおもちゃがない。えレアなおもちゃを盗んでやったわ。早速売りに行くわよ。早く逃げるわよ。おいパズそこまでだ。えおもちゃが喋ったわ。俺たちはソウスケのおもちゃが盗むなんてよくない。ああウッディの言う通りだ。な何よおもちゃなんてすぐ捨てられておしまいよ。それなら私に売りに出された方がいいでしょ。そんなことない。ソウスケは俺たちを手放したりしない。ああ無限の彼方までな。君の悪いおもちゃねもういらないわ。ああウッディパズこれからも僕たちは相棒だよ。やあ駅員さん遅延症ですか。10分のもらえるかな。では30分におまけしときますね。ありがとう。やあみんなウッディとバズお前らまた遅刻か。いやバズの羽が壊れて歩いたら遅くなっちまったんだ。おいウッディ私のせいか。君の紐が引っかかって壊れた。どっちでもいいわ。ああいや私はそのジェシーを眺めたらこんな時間になってしまった。ジェシーよっぽど可愛かったんだな。ああ本当はミスターポテトヘッドがバラバラになって組み立ててたんだよ。あいつは本当手のかかるやつだな。ファンタジーすぎてついていけないわ。ああ本当は無限の体へさあ行くぞって聞かせてくれってヤンキーに絡まれてたんだ。やっぱ笑い方気になるな。あ、本当はアンディが俺たちを転売しようとして。嘘つけ。本当はなんで遅れたんだ。ああ遅延症だ。バイトから出せ。うわあランデンだ。ソウスケ走っちゃダメ。うわあかっこいい。おいお前やってんな。お前マジキツだな。うー俺がカメラ向けたのわかんねえのか。これ金案件だぞ。ごめんなさい。ほらソウスケも謝って。ごめんなさい。土下座しよ。土下座しないとこのガキがやっちまうぞ。わかりました。わかりましたから子供には何もしないでください。おいごらてめえ。え？お前は自分しか見えてねえんだな。何がですか？ここにいるのはお前だけじゃない。たくさんの方が利用する場所だ。もっと周りを見て常識の中で趣味を楽しんでください。わかりました。君名前は？ケンチです。覚えたからな。はい。ちょっと駅員さんどうされました。 SL 人よしの切符を売ってちょうだい。何名分ですか。あるだけ全部売ってちょうだい。ではあと5席ありますので全てお取りしますね。いい。レアな切符を高額で転売して大儲けよ。ではこちら切符ですね。あのはい。 SL 人よしの切符まだありますか。先ほど満席になってしまいまして。そうすか。
ばあちゃんの思い出の列車だったからラストランに乗せてあげたかったんすけどね。そうなんですね。ちょっとあんた、どうしても乗りたければ1枚20万円で売ってあげてもいいわよ。そんな額払えるわけねえだろ。じゃあ諦めるのね、貧乏人。もっと金持ちに言ってくるわ。そうか。おいごらてめえ。え？あなたは転売目的だったんですね。それが何よ。本当に乗りたい方が乗れなくて悲しい思いをするなんておかしくないですか。金儲けをするならもっと人のためになることをしてください。何よ。使わない席は譲ってもらってもいいですか。ちょ、くれてやるわ。あざっす。くそが、なんで俺がゾンビなのよ。今もなく新木場行き発車します。キャー、逃げろ。キャー、前に見た夢と一緒なのよ。どうなってるのよ。緊急速報です。都内で相次いで発見されているゾンビの目撃情報ですが、今も増え続けている状況です。目撃した場合は絶対に近づかないでください。これは大変なことになったのよ。皆さん、乗務員室に避難してください。五十嵐行くよ。お、邪魔よ邪魔よ。あ、危ないのよ。早く逃げるのよ。はい、ママ行くよ。もしあの夢が現実になったら、ここで助けが来るのを待ちましょう。いったー。あんた噛まれたんじゃないでしょうね。え？いや、違うと思います。ここから出て行きなさい。客層としても無駄よ。ここでゾンビになられたらみんなおしまいよ。その人は噛まれてないのよ。え？俺がさっき噛まれそうになったところを助けたのよ。じゃあその傷は何なのよ。多分逃げる時に何かにぶつかってしまって。だとしてもこんな状況よ。傷口から感染してるかもしれないわよ。それは私出て行きます。え？当然よ。みんな怖いですよね、こんなめちゃくちゃな世界になって。皆さんに一つだけお願いしてもいいですか。うん。宗介をどうかよろしくお願いします。うん、はいはい。ママ宗介大好き。ママ ママに会えた。ママは天国で見守ってるわよ。ママは天国なんかにいない。絶対生きてまた会うんだ。期待するだけ損よ。このままじゃ夢と同じなのよ。確かこの後はここの扉が壊れてゾンビが入ってくる。扉が壊れそうです。離れてください。キャー、足が動かない。お姉ちゃん危ない。もう無理かも。なんて言ってられるか。あのお姉ちゃん、夢よりはるかに強いのよ。私がいる限り誰も死なせねえよ。こっちも片付いたぜ。こいつらなら大丈夫そうだな。ないよ。どうした。ママにもらったお守りがない。どこで落としたかわかるか。逃げてきた時に落としたのかも。じゃあ取りに行こっか。ゾンビの大群に自分から突っ込んでいくつもりかい。宗介の大事なもんなんだろ。うん。大事なもんは意地でも手放すんじゃねえぞ。うん。行くぞ。シャー。うん。ピャー。駅員さん、しっかりして。すいません。さあ、宗介のお守りはどこかな。うぅ、あのカラフルなやつじゃねえのか。あ、ママがくれたお守りだ。宗介、ちょっと待て。え、宗介くん。いやー、すぐー。おじさん、こんな世界になったら俺みたいなやつが必要なのよ。カッコつけんなよ。バカ野郎。横山さん、これ持ってみんなで逃げるのよ。うん、これで未来がちょっと変わったかな。救助はまだ来ないのかい。もう少しかかりそうですね。ちょっと腹が減ってきたわ。運転席の方に非常食があったと思うんですが、今行くのは危険すぎます。さっきみたいに行ってきてちょうだいよ。何もやってない、お前が行けよ。シューン。宗介も腹減ってるだろうし、俺らで行ってくるか。だね。橋爪さんは宗介くんと待っててくれますか。分かったわ。お腹空いた。もうちょっと我慢しなさい。ん、怖いよ。まずい、ゾンビがよじ登ってきたわ。助けて。シューン。こいつを殺すのよ。無理だよ。そこのナイフで頭を刺すのよ。無理だよ。あんたはママのためにも必死で自分を守るのよ。できたじゃない。おばさん、気がさっき押さえる時に噛まれたのよ。おばさん、あんたは強い子よ。これからも生きて生きて生き続けるのよ。おばさん、遅くなってすまない。
間もなくヘリが到着する。了解しました。乗客は何名だ？現在3名です。了解した。よく頑張ったな。はい、皆さんヘリが到着しますよ。よかった、助かったな。今分かっていることは、ゾンビに噛まれたら1分以内にゾンビ化してしまうということです。じゃあママはもう？ママは帰ってくる。帰ってくると思えば帰ってくんだよ。諦めちゃダメだ。まだ可能性はある。ただあのゾンビだらけの車内で一人で生き残るのは不可能かと。不可能なんて言葉ねえんだよ。あんたたちが信じてあげなきゃダメだろ。そうですね。あれは2号機です。生存者がいたら乗っているはずです。ママ2号機到着しました。お疲れ様です。生存者は All in our hands, this life of time。 あれはママソウスケ。ママソウスケごめんねごめんねごめんね、ソウスケ寂しかったよね。僕を助けてくれたおじさんとおばさんもいたんだもん。みんな僕の友達だよ。皆さんありがとうございました。よくご無事で、優しいゾンビが助けてくれたんです。とにかく生きててくれてよかったです。うん、じゃあソウスケ行こっか。うん、ソウスケ大事なもんは意地でも手放すなよ。うん、ソウスケ何があっても諦めんなよ。うん、クソが二度寝したらまたゾンビになってるのよ。タクコヤ行くぞ。うん、ちょっと姉ちゃん、ん、達成からし置いて海でも行こうぜ。なんだてめえ。誰にも卒業式はみんなで迎えなかったな。タクボヤは意地でも渡さねえ。五十嵐もう無理だよ、死んじゃうって。バカ野郎、死んでも守るぜ。こいつ狂ってやがる。五十嵐すごいじゃん。よし、卒業式行くぞ。うん、バラッチ、お前たち最後くらい一緒に歌わせてくれよ。もちろんだ。いくつもの日々を超えてたどり着いた今がある。だからもう迷わずに進めばいい。栄光の架け橋へと。おめぽよ、明日カラオケ行こう。とりあえずで行き過ぎでしょ。たのぽよ。ねえねえ、ずっと撮られてね。うん、そろそろ殺そう。だね。いい写真撮れましたね。うん、はい。撮り鉄に混じっていい写真が撮れた。お前ら何やってんだ。何ってなんだよ。俺は電車撮ってんだよ。俺はケンチだ。文句あんのかよ。ん、私たち撮ってたんじゃないの。あなたたちみたいな用じゃ興味ないよ。海でも行ってろ。え、潰すよ。タクポヨ落ち着いて。今のうちに逃げるぞ。おいごらてめえ。え、撮り鉄に紛れて盗撮とは考えましたね。え、いや俺も電車を。じゃあ何撮ってたんですか。2022年3月5日デビューの315系がわからないんですか。お姉ちゃんたちどうします？殺す。へえ、間に合ったのよ。空いてたのよ。よいしょ、よいしょ。優先席も空いてないわね。ん？気づかないふりして寝ていくのよ。ん？年寄りは立ってた方が健康的よ。譲りたいけど断られたらな。膝が痛いわ。もう出かけるのもやめた方がいいかしら。どこのおばあちゃん？え？席変わるぜ。いいのかい？当たり前っすよ。どうぞどうぞ。ご親切にありがとう。そもそも優先席ってなんだよ。どこにいたって優先すべき人がいたら譲るのが普通だろ。お年寄りや足の悪い人、妊婦さんが辛そうに立ってたら座ってほしいだろ。まあ、人を思いやり譲り合う、それが日本人が持つ素晴らしい和の心ってやつじゃねえのか。そうだな。そうね。そうですね。文化祭の見せ物何にしよっか。私やりたいことあるの。何？白雪姫。なんで？白雪姫よ、この鏡が一番美しい人を教えてくれるぞ。本当ですか？聞いてごらんなさい。鏡よ鏡答えちゃって。いや、ブリーンバンバンボンじゃねえかよ。それか取り調べ室とか。なんでだよ。タクポよ、お前がやったんだろう。やってません。いい加減答えろ。鏡よ鏡答えちゃって。またブリーン
ンバンバンボンじゃねえかよ。それ言いたいだけだろ。あと学校の授業の一コマ。嫌な予感するな。タクポよ、はい、この問題答えてみろ。まさか鏡を鏡答えちゃって。だろうな。ここの商店街しょぼくね。失礼。あれ、なんかニュースやってる。本当だ。3月16日ダイヤ改正の主なトピックスを紹介します。ダイヤモンドの改正すんの？そっちのダイヤじゃねえわ。まずは北陸新幹線の金沢駿河間の開通です。私ん家の前まで開通してくんないかな。めっちゃ近所迷惑だわ。続いては山形新幹線で E8K がデビューしました。これに伴い最高速度が300キロになりました。私の方がまだ早いね。ソニックか、どんだけ足早いんだよ。続いては東海道、山陽、九州の全ての新幹線で全面禁煙となります。マジで？20歳になったら新幹線感染でタバコ吸うのが夢だったのに。変な夢。もうちょっと早く生まれたらよかったね。アイコスならいいかな。ダメだよ。ご苦労さん、今日ぐらい変わるぞ。マジっすか。おぞっす。中の仕事勉強してこい。はい、お願いします。はい、確認しますね。定期ですね、どうぞ。今日もうまくいったぜ。あれ、さっきの切符改札通せるはずだよな。なんでわざわざこっちに。先輩、ここの入力ってどうやって。さっきのおじさん知ってるか。あー、なんかいつもこっち通るんすよね。これは不正乗車の可能性が。お願いします。指をどけてもらっていいですか。え、一度こちらに渡してもらっていいですか。なんでなのよ。いいから見せてください。うん、ビンゴ。お客様、悪質な不正乗車として罰金を請求させていただきます。ちょっと待ってくれ。もう逃がしませんよ。すげえ。誰か助けて。ん、今すぐ金を出せ。そしたら何もしない。はい、腰に銃を突きつけられてる。早くしろ。全財産出せ。はい。あの人ヘルプマークを。どうぞ。あれ、お姉ちゃん何やってんの。え、なんだお前。妹だけど、あんたは。あ、なんでお姉ちゃんからお金もらってんの。紐なの。黙れ。黙らないと撃つぞ。何事ですか。落ち着いてください。撃てば。てめえみたいなやつ、人を撃つ勇気もねえだろ。なんだと。嘘、やめろ。あー、ダッサー。 BB 弾じゃん。女性を騙してお金を奪い取るなんて最低なクズ男だな。もういい。待てよ。え、私あんたに撃たれて怪我しちゃったの。お金もらえるかな。あー、やるっすよ。駅員さん、どうされました。僕の親友が春から東京に行っちゃうんです。そうですか。最後にお見送りを盛大にやってあげたくて、協力してくれませんか。任せてください。みんな本当にありがとう。寂しくなったらまた帰ってこいよ。うん、まもなくドアが閉まります。俺頑張ってくるよ。もう一度ドアを開けます。え、胸を頑張ってこいよ。西川、胸をいつでも助けに行くぜ。五十嵐、胸を自信を持って。タクポよ、胸上強いだから。なあ夢が叶うさ。来週には帰ってくるけどね。え、やばい、寝坊しちゃった。え、下北沢発車します。ギリギリ間に合った。今の時間って1両目は女性専用車両なの。みんな男なのに乗ってるって目で見てくる。次は上り塔、上り塔です。やばい、次の駅まで結構あるぞ。変な汗かいてきた。あの人間違えちゃったのかな。なんか焦ってね。受ける。キョロキョロしてて怪しいわね。もう視線に耐えられない。隣の車両に行こう。え、すいません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 。逆に怪しい。私は東大に入りたいの。無茶言うな。点数が全く足りとらんのだよ。これから頑張るから。無理だって言ってんだろ、考え直せ。はあ、おばけちゃん、東大は無理ですよ。諦めろ。うるさい。俺の親の会社入れてやろっか。バカでも入れてくれるってさ。雑用だけどね。なんなんだよ。おいごろでね。阿部寛。どいつもこいつもバカばっかりだな。はぁ、今なんつった。そうやって人を叩くことでしか優越感に浸れねえバカどもよ。なんだどこら、舐めてんのかこら。お前らと比べたら無謀なことに挑戦してるタクポエの方が何百倍もマシだ。え、お前らがなぜバカなのか、それは世の中を知らないからだ。はこのまま国の馬車馬として働きたいか。え、いいか、不満ばかりの人生を送りたくなければ勉強しろ。ああ。バカとブスこそ東大に行け。はい。阿部寛強。車掌さん、車内に事件爆弾があります。え、本当ですか。3号車付近です。助けてください。はい、至急警察の出動をお願います。お待たせしました、公安の覗きです。お
お疲れ様です。え、もしかして B 番の阿部寛さん？そんなことはどうだっていい。次元爆弾はどこにある？あ、網棚の上です。くそ、時間がないな。乗客を全員橋の車両に避難させろ。わかりました。お前たちもできるだけ遠くの車両へ逃げるんだ。急げ。うわ、乃木、大丈夫か？乃木じゃないです、西川です。あの人、そうだ。うわぁ、うわぁ、ん、爆発しなかった。俺が中身を確認してくる。そんな危険すぎますよ。最後の最後に蹴りをつけるのが我々公安ですよ。そんな。うわぁ、ハリーポッターの DVD 全8巻だ。超好きだ。取れるまで戻ってくんなよ。はい。やっちゃったね。体育館の天井に挟まったボールなんてどうやって取ればいいんだよ。壁蹴って揺らすしかないだろ。カブトトリか。木譲ったら落ちてくるみたいなの無理だろ。ヘラクレス落ちてきた。なんでヘラクレスいいんだよ。俺に任せとけ。何それ、吹き矢だけど。割れちゃうだろ。じゃあ吹き矢名人にやってもらうか。え、誰だよ。てか吹き矢どこ行った。ガチのライフルじゃねえか。私に任せて。なんで屋根いいんだよ。上から衝撃与えたら落ちるっしょ。気をつけてよ。えい、え、ボール取れたね。あ、うん、遅れちゃう。急げ。はい、列車発車します。マニポよ、コンビニ寄ってたら終わってたな。だね。タクポよ、着いたぞ。あ、うん、行ってらっしゃいませ。学校だりな。え、駅ってタバコダメだよな。当たり前じゃん。何見てんだよ、ポイ捨てすんなよ。関係ねえだろ。どこもかしこもゴミ箱だよ。イカれてんな。あんた耳に団子詰まってんぞ。は？イヤホンだよ。あとそんなガラスの板握りしめて何やってんの？は？スマホのこと？何それ、かっこ悪い。ねえねえ、イカらしい。もしかしてここって昭和？一体何が起こってんだよ。私たちタイムスリップしたってこと？わかんねえけど、とりあえず戻ろう。うん、奥に詰めてください。押しますよ。おい、どんだけ乗ってんだよ。人に押しつぶされるって。いつもこんなもんだぜ。乗車率は 300% だ。弱えもんは負けるだけ。毎朝命がけさ。ここまでして会社行きてえのかよ。キモンボーよ。まだ入りますよ。詰めてください。キャー、タクポよ。やばい、イガラシとはぐれちゃった。タクポよ、大丈夫か。おい姉ちゃん、いいケツしてるな。やめろ。うち女がそうイライラすんだよ。痴漢で訴えてやる。こんなことで痴漢になるわけねえだろ。挨拶だよ挨拶。信じらんない、 X で拡散してやる。え、 X ジャパンのこと。おい姉ちゃん、俺にも触らせてくれよ。は、いけいけ。誰か助けて。いけいけ。誰か助けて。やめとけよ。なんだこの野郎、やりすぎだろ。警察呼ぶぞ。クソったれが。正義気取りかよ。クソが。ありがとう。車内はまるで動物園だ。気をつけろ。腹いてー。トイレならそこだ。ああ、ありがとう。停車中はできねえからな。おう、え、ここ本当にトイレかよ。線路丸見えだぞ。ってことは垂れ流しにしてんの？考えらんねえ。おせえよ、便秘なんだこの野郎。すぐ出るよ。昭和のおっさん怖。あれ、さっきの女どうしたの？振られたの？さっきはぐれちゃって LINE してみるわ。 LINE？ あれ、え、スマホがない。さっきの板みたいなやつ。そうだよ、どっかに落としたんだよ。これじゃ連絡できねえよ。そんな大事なもんなの？当たり前だろ、あれがねえと電話もできねえし金も払えねえよ。大事なもん全部板に入ってんだ。どうしよう。次で降りて伝言板書きに行こうか。伝言板？いいからついてこい。五十嵐出ないな、何やってんだろう。そうだ、伝言板行ってみるか。何それ。駅にある黒板だよ。みんなそこに伝言を書いてくんだよ。効率悪ぽよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。駅員さん手痙攣してんの？リップを見せください。私スイカなんだけど。ふざけてるんですか、不正乗車じゃないでしょうね。ちげえよ。では早く切符を見せなさい。あ、これです。あ、どうぞ。あざぽよ。お、伝言板に何か書いてあるぞ。イガラシの字だ。ハチ公前ってこの時からあったんだ。よし、ハチ公に行くぞ。うん。本当に来んのかよ。さあね、すっぽかされるかもね。え？スマホねえと不安だな。お、イガラシ。タクポよ。本当にここにいたんだ。伝言板見たのか。うん、汚ねえ字だった。スマホなくても会えるもんだな。このお兄さんのおかげだよ。姉ちゃんのしてほしいことが俺のできることだぜ。ありがとう。俺もこの人のおかげだ。スマホなんか知らねえけど、大事な女の番号ぐらい覚えとけよ。だな。はい、まもなく発車しまーす。あ、あれ乗ろっか。お、二人ともありがとうね。ありがとう。クソが、俺は何も。ちょーん、仲良くしろよ。
五十嵐、降りるよ。お、お、駅員さん、今って令和ですか？はい、そうですが。戻ってきたー。よかったー。どこに行ってたんですか？いろいろと無茶苦茶だったけど、自由で愉快なとこ。思ったより悪い人ばっかじゃなかったな。それならよかったです。またお待ちしてますね。シュー！すげー！どうされました？私のスマホがなくなったわ。俺が痴漢に疑われたのよ。どっかで見たことある気が。だね。